はい、こんにちは、ペソでございます。麻雀大会2続きやっていきましょう。ちょっとね、勝ちきれない、状態が続いてますよね。ちょっと久々に家でやりましょうか。三強からは今回はリンカーンさんで、前回が秀吉さんと赤ずきんちゃんとモーツァルトさんだったんで、あ、モーツァルトさんちょっと減らしてるね。卑弥呼さんぐらいでいきましょうか。はい、3回ね。はい、じゃあリンカーンさんね。今回もね、ちょっとこだわってやってみましょうか。もう安手でもいいんで、最初の方はね、バンバン仕掛けていきましょう。ダブトン取っちゃったね。様子見ましょうか。本当は団子でね、握るのっていうのは良くないんだけど、作りやすさから考えたらこっちですね。あ、そうそうそう、おお、そっちかい。おお、なるほどね。ドローを見越してね、右腕を握っとったんですけど、なかなかうまくいかないね。ロックスが拾わないからね。あ、出た。はい。チー。おお、卑弥呼さんリーチ。無数上のドラそばか。いや、最初やからいいでしょ。あ、まんざまずやったね。サブローワン、なるほどね。一個ずれか。はい、メンタンピンドライチョウ7700ね。仕込める方が綺麗にはなる。あ、っていうか私やっちゃってますね。初っ端からミンとドラ切っちゃってるね。ビアンシャンテンから動けない。ちょっと危険だからこっちから行きましょう。これまたドラ握ってたらね、展開違ったんでしょうけどね。まあ、初っ端からね、ドラ切るっていうのはあまりよろしくないんでね。これ卑弥呼さんに振るとやばいな。ポン。はい、ウワン、ウーパン、マンズの高めが危険。あー、ウワン通るか。これでシャはまだ2枚目出てないでしょ。スーチーワンもこれでワンちゃん。あー、ド本命やね。でもキュッソ通してるから、ピンズか、やっぱり。ピンズ切りたくないからね、ちょっと諦めよう。と握られてる可能性あるね。でもうん、
はい、メンタンビーザンクですね。おお、ひみこさんが珍しく好調ですね。これも中途半端だね。全然ドラ絡まないしね。言っても言ってる間にリアンシャンテン。パン。おお。固めてくるわけじゃないのね。ああいけそう。はい、リーチイペですね。裏期待スチャッソ。はい、パッツ。はい、まあこの辺がひみこさんのね、ところですね。あ、残念、裏のらのリーチイパツイペ52かな。うん、これはジャッジが難しいね。シゴロの三色、うん、どうだろうね、いっちゃおうか。買ってる時はね、ポン、まあ勝てるっていうのも姫子さんの方がトップだけど、まだ。ああ、やっぱりそっち来だね。これでいい射点か。チー、できれば、3ピン拾うとサブ6ピン。まあ本来はそうですよね。白2枚切ってっていうところなんでしょうけど、まあ安手だけど、伸びてね、サブ6ピンでいきましょう。イペにもならんからね。泣いちゃったから。もう積もるんだ。うん、なるほどね。タンヤを。待ちか。あ、まあドラあるからかね。ペイドラ12300。さあ早くも何言うですね。まあドラ1枚抱えてるんで、ちょっと大事にしていきたいですね。バチックになってくるんですよね。だったらリアンワンかぶってほしいよね。ん？張ってるね。あ、いいとこ拾ったな。うん、こっちからだね。サウロスあるからな。ああ、しまった。ピンフで構えられてた。はい、ピンフ一丁2000。さあ、最後の親番ね、ここだけきっちり。
たらローピンの層はね拾ってほしいところですね。あーそっち拾うんだ。ポン、我慢できんかったな。これは最射点だけど、あシャボ待ちは避けたいな。ということで、ちょっと切り替えていきましょう。そうそうそう、こういうことで、ウパピンの、スーワンをよし、カンチャピン罠のような気がするな。だま、もうチー、うん、ないからね。これでチーピンあと2枚。あーね、向こうやっぱりパピン来てチチャピン単引きでしたね。まあ上がれないけどね。リーチしてないから。お、いいとこ拾った。二射点ですね。早いね。早いけど、ちょっとウーワン切って、リャンマンのチー、うん、これでよいしょ、リャンピン。積もる。ああ積もるんだ。はい、積もピンですね。じゃあ、リンカンさん寄せてきたね。うん、じゃあ自信にくいな。こっちから行こうか。うん、ねえ、そんな感じですね。やっぱりこっちのペンちゃん払いましょう。リーチ、早めのリーチ。リャンピン2枚、ウーピンションパイね。本当は3色までね仕掛けたかったけど、うん、待てないねこの状態だと。リーチ、はい、リャンピンコイン。スモ、あ、一発もかー、やられた。はい、リーチ一発、スモピンフかな。うん、ドラはないね。おお、卑弥呼さんやるな。うん、ドイツはチックだね。あったな、ダマにしよう。ドラなんで。ポン。まあこっからね、例えばリアンウーピン引いて崩すのも勇気ですけども、うん、
まあ、どっかのタイミングでドラ掘ってくれれば。あーね、3個あーね、ここで上がれてたね。リーチ読めないよ、でもこれはね。おお、ふちゃ泣く割にはチュンのみなんだよな。10本。大変だこれは。ああ遅いよ城がね。ただこれをやっちゃうと卑弥呼さんに勝とうと思うと染めていかないといけない。あー、シャニキとけばよかったね。きれいな。もうサブロッソが全くね動いてないんで、あー、これ持ちちゃおう。いやー、でも同盟これですね。なんで、でトイトイ本当は染めたかった。サンゾがダメでね、どうしても。ほら、まあ玉跳ねだね。もうあのウソギのリーチではちょっと無理だ。トップは取れんかったな。うわ、ペンサンゾーか。なんかやりそうなこっちゃ。はい、ということで差し馬いただいてね、プラ19で初戦終わることができました。まあ、あの約2メガクラムズにね、ちょっと地道にやった結果かな。まあ1回だけ振り込んだけどね、まあ、悪くない状態でちょっと続きも頑張ってみたいと思います。では、今回はここでお開きです。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。